吉野谷ダムは、石川県白山市、手っ取り川水系大添江川に建設されたダム。高さ20.45メートルの重力式、コンクリートダムで、北陸電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、吉野谷発電所に送水し、最大13,300キロワットの電力を、発生する。1919年、大道電力社長、 福沢桃介を中心として設立された白山水力は吉野谷発電所及び取水先である吉野谷ダムの建設工事を1920年に着工した工事は不況の煽りを受け一時中断があったものの1926年に完成吉野谷発電所が運転を開始した白山水力は手っ取り川のほか、 福井県を流れるクズ流川の水利圏も有しており、1923年に最小限発電所を完成させている。当初計画では、これらの発電所で発生した電力を、京都電灯を通じて地元に供給するとしていたが、長距離送電線路網の発展に伴い、より遠方の地域にも電力を供給できるようになった。中京圏を拠点とする東方電力は、 白山水力との間で取引の契約を交わし、吉野谷発電所の建設費725万3000円の半分を出資するとともに、完成の暁には発生した電力をすべて買い取るとした。なお、吉野谷発電所には水車発電機が2台設置されており、1万2 5 0 0ットの電力を発生できる能力を備えていた。しかし運転開始当初は、 二台のうち一台が予備機という扱いであったため、出力は 6250kW にとどまっていた。公式に 12500kW の出力を発揮できるようになったのは1927年からのことである。白山水力は1933年2月、同じく福沢桃介が起こした矢萩水力へと合併。 吉野谷発電所も矢作水力の所有となったが、1942年4月には日本発送電に出資され、戦後は北陸電力に継承された。北陸電力は1999年10月、老朽化した吉野谷発電所の改修作業に着手した。水車発電機や水圧鉄管の取り替えにより、出力を1万3 3 0 0ットに増強。 吉野谷ダムについても、ローリングゲートを2問すべて撤去し、ゲートレスダム化した。中央と右岸にあった、ゲート指示部も撤去されたことで、非常にスッキリとした外観となっている。工事は2001年3月に完了し、同年4月に発電所の運転が再開された。北陸自動車道、金沢西インターチェンジから国道157号を南下。白山市、木滑り新。 手っ取川の川岸に吉野谷発電所がある。発電所の構内には白山水力を起こし、同発電所の建設に深く関わった人物としてアカデミックドレスをまとった福沢桃介の胸像が置かれている。白山白川号ホワイトロードへとつながる国道360号東荒谷交差点を左折するとすぐに橋で小添川を渡り、中宮の温泉。 白山中宮の温泉スキー場に至るが、この橋の上からは、吉野谷ダムの前景を望むことができる。吉野谷ダムの上流には、小口発電所や、中宮の発電所、吉野谷発電所の下流には、吉野第一、第二発電所といった、歴史ある、水力発電所が散在している。ダム便乱吉野谷ダム、吉野谷発電所に関するカテゴリー。ありがとうございます。